ブッチキャシリブッチキャシリこと、ロバートル・ロイ・パーカーは、アメリカ合衆国のアウトロー、強盗。三段スキットなどとともに、強盗団、ブッチ、キャシリのワイルドバンチを結成して、ネバダやモンタナなどで銀行強盗や列車強盗を繰り返した。関係や鉄道会社から雇われた探偵に追われて、三段スキットと共に、 南米ボリビアに逃亡したが隠れ家を包囲されて殺害されたとされる。1969年の西部劇映画、明日に向かって撃ての題材になった。ユタ州ビーバーのモルモン京都の家庭に生まれる。父はイングランド移民のマキシミリアン・パーカー。母はスコットランド移民のアン・キャンベル・ギリーズ。母アンは北東イングランドニューキャッスルのタインサイドに生まれ暮らし。 1850年代後半にアメリカのユタジュン州に移り、そこでマキシミリアンと結婚した。パーカーの両親はイングランド、ランカシャー、プレストン、ビクトリアロードで暮らしていたが、そのモルモン教の信仰の宗教的迫害を逃れるために移住した。彼は13市の第一市であった。彼はユタ州ソルトレークシティの北346キロメートルのユタ州、 サークルビル近くの牧場で育てられた。彼は10歳代前半で家を出て、落農場で働きながら、馬窃盗犯で、牛窃盗犯であるマイク・キャシディを尊敬し、その指導を受けた。彼は、ワイオミング州、ロック・スプリングスで、土殺者として短期間働き、その時、ブッチというあだ名を得て、旧友犬師匠に敬意を表してキャシディという名字を、それに添えたが、 それに加えて、その後いくつかの牧場で働いた。パーカーの最初の犯罪は、軽い犯罪であった。1880年頃、彼は別の町の衣服店まで旅行したが、あいにく店は閉まっていた。彼は店内に入り、ジーンズ一着とパイをいくらか取り、次に来た時に支払うことを約束する借用証書を残した。しかしながら、衣服店は告発した。パーカーは、 陪審裁判で無罪方面になった。彼は1884年まで牧場で働き続けたが、その時彼は表向きは仕事を探すために、もしかしたら盗んだ馬を買い手に引き渡すためにもコロラド州テルユライドに移った。彼はワイオミング州とモンタナ州でカウボーイ生活を送り、それから1887年にテルユライドに帰った。そこで彼は、 競争場所有者のマット・ウォーナーにあった。この男らは、様々な催しで馬をレースに出場させ、勝利金を自分たちの間で分けた。パーカー、ウォーナー及びマカーティ兄弟のうち二人は、1889年6月24日のテルユライドのサンミゲル・バレー銀行から約2万千ドルを強盗した事件の責任がある。1890年、パーカーは、ワイオミング州、 デュボは近くの牧場を購入した。この位置は、悪名高い壁の穴から州を横切ったところで、自然的な地質学的な人形であって、無法者らに保護を提供し、そのために、パーカーの牧場経営は、彼は決して成功していなかったが、実際は秘密の活動の、もしかしたら壁の穴の無法者らとの見せかけであった。年前半、パーカーは、 西部開拓時代の無法者で牧場労働者のアンバセットとロマンチックな関係になった。バセットの父である牧場主ハーブ・バセットはパーカーに新鮮な馬と牛肉を供給して取引をしていた。その年、パーカーはワイオミング州ランダーで馬の窃盗で、そしてことによるとそこの地元の牧場主らからの保護料の取り立てでも逮捕された。 ワイオミング州ララミーの州刑務所に在官したが、彼は2年の刑のうち18ヶ月、服役し、1896年1月に、州知事、ウィリアム・アル・フォード・リチャーズに刑の軽減の返礼に、州内で再犯をしないと約束して、出所した。出所するや彼は、アンバセットの姉ジョシーと短い関係を持ち、それからアンとの関係に服した。 キャシディの顔写真ワイオミング順州監獄1894年、出所するや、彼は、犯罪者らの輪に参加したが、その中には特に親友 LG レハーベイ、キッドカリ・ローガン、ベン・キル・パトリック、ハリート・トレーシー、ウィル、ニューズ・カーバー、ローラ・ブリオン及びジョージ・カリがいるが、他人と共に彼は、ワイルド、バンチとして知られるギャングを結成し、これと共に、彼の犯罪活動は、 かなり活発になった。ワイルド・バンチが、いかほど、暴力的であったかなかったかに関して論争があるけれども、ワイルド・バンチの構成員の誰かでも暴殺罪の、権威をかけられた明確な事実はない。八百九十六年八月十三日、パーカー、レイ、ハーベー・ローガン及びボブ・ミークスは、アイダホ州、モントピリアで、銀行強盗を働き、約七千ドルを持って逃げた。 その直後、彼は、ペンシルベニアの土着人である、ハリー・ロング・ボー、別名サンダンス・キッドを、ワイルド・バンチに加入させた。1897年前半、パーカーは、自分の断続的なガールフレンドである、アンバセット、LG レお及びレイのガールフレンドであるモード・デイビスと、ロッパーズ・ルーストで一緒になった。4人はそこに4月前半まで隠れていたが、その時、 レイとパーカーはその女性らを次の強盗の計画を立てられるように家に送った。1897年4月21日、ユタ州のキャッスルゲートという最高潮で、パーカーとレイは、鉄道駅からプリーザンとバレエ、石炭会社の総賃金を事務所に運搬する小集団の男性たちを待ち伏せして、襲い、金貨で7000ドル入りの袋を盗み、それを持って、 ロッパーズ・ルーストに逃げ帰った。1899年6月2日、ギャングはワイオミング州ウィルコックス近くでユニオンパシフィックの急行列車を襲ったが、この強盗事件は有名になり大量の人狩りにつながった。当時の多くの放執行者が強盗を探すための人狩りに参加したが、見つからなかった。強盗の後に続いた放出行者らとの一回の打ち合いの間に、 キットカリとジョージカリの両者は、保安官、ジョー・を打ち殺した。雇われ殺し屋として有名で、ピンカートン探偵者の契約社員であるトム・ホーンは、爆発物専門家であるビル・スペックから、彼らが平然を撃ったということを明らかにする情報を入手し、それをピンカートンの探偵チャーリー・シリンゴに伝えた。ギャングは、壁の穴の中に逃げ込んだ。シリンゴは、 無法者のギャングを捕らえる仕事を割り当たられていた。彼は、エルフィー・ランダスキーと友人になったが、彼女はその時までに、きっとカリの兄弟ロニー・カリが自分を妊娠させたと主張して、カリというラストネームで知られていた。彼女を通じて、シリンゴは、ギャングの居所を探し出すつもりであった。1899年7月11日、レイ・ソノタは、 ニューメキシコ州フォルサム近くの列車強盗に関わったが、パーカーがこれを計画したかもしれないし、直接に関わったかもしれないが、これは地元の法執行者らとの打ち合いになり、パーカーの秘密を打ち明けられる一番の親友であると論証しうる例が、保安官エドワード・ファーと民兵ヘンリー・ラブを殺し、ニューメキシコ州重罪判刑務所で終身刑に服することになった。ワイルド・バンチは、 強盗に続いて様々な方向に向かって分裂し、後に壁の穴の隠れが、ロッパーズルースと、あるいはテキサス州産アントニオのオカミファニーポーターの売春宿のような定められた地点で再結成するのが常であった。壁の穴の隠れがは、ワイオミング州オールドトレイルタウンで組み立てられている。それは1883年にアレクサンダー・ゲントによって建てられた。 例を失った結果かもしれないが、ユタ州は1896年に連邦に加盟したが、パーカーは、恩赦を取り決めようとユタ州知事ヒーバー・ウェルズに近づいたらしいが、ウェルズは、パーカーに代わりにユニオンパシフィック鉄道に、刑事告発を取り下げるように説得するように鉄道に近づくように助言して、このことから交代したらしい。この会合は、しかしながら、 実現しなかったが、それはことによると、悪天候のためかもしれない。E.H. ハリマン会長のユニオンパシフィック鉄道は、次に、パーカーの名優である、出所していたマシューオーナーを通じて、パーカーと会おうとした。1900年8月29日、しかしながら、パーカー、ロングボーそのタは、ワイオミング州ティプトン近くで、ユニオンパシフィックの列車を襲って、パーカーの、 その州内で再犯しないというワイオミング州知事との約束を破り、御社の見込みを事実上、なくした。一方、1900年2月28日、法執行者らが、きっと狩りの兄弟ロニー狩りを、そのおばの家で逮捕しようとした。ロニーはその後に続く打ち合いで殺されたし、彼のいとこ、ボブリーは窃盗で逮捕され、ワイオミング州内の刑務所に送られた。民兵らは、 キットカリとビル・カーバーに追いつき、彼らを打ち合いに巻き込み、その間に、保安官代理アンドルー・ギ・ボンズと保安官代理、フランク・レスーアが殺された。カーバーとカリは逃げた。4月17日、ジョージ・カリは、ユタ州グランド軍で、保安官、ジョン・タイラー及び、副保安官、ザム・ジェンキンズとの打ち合いで殺された。5月26日、キットカリは、ユタ州モアブに切り込み、 タイラーとジェンキンスの両者をジョージカリの殺害と兄弟ロニーの死亡の報復として厚かましい打ち合いで殺した。パーカー、ロングボー及びビルカーバーはネバダ州ウィネマッカに旅行し、そこで1900年9月19日、彼らはネバダ州のファーストナショナル銀行ウィネマッカを襲って32,640ドルを奪った。12月、パーカーはテキサス州、 ォートワースで、今や有名なフォートワースの5人の写真を撮らせたが、これには、パーカー、ロングボー、ハーベイ・ローガン、ベン・キルパトリック及びウィリアム・カーバーが写っている。ピンカートン探偵者はその写真を一部、入手し、それを、最新の指名手配のポスターに使用した。きっとカリはギャングに再加入し、パーカー及びロングボーと共に、モンタナ州、ワグナー近くで、グレート、 ノーザン鉄道を襲った。今度は彼らは現金6万ドルを運んだ。再びギャングは分裂し、ギャング構成員ウィル・カーバーは保安官イライジャ・ブライアントが率いる一人の追跡中の民兵団によって殺された。1901年12月12日、ギャング構成員ベンキル・パトリックはテネシー州ノックスビルでローラ・ビュリオンと共に捕らえられた。 12月13日、法執行者らとの打ち合い中、きっとリは、ノックスビルの警察官、ウィリアム・ディングドル及びローバート・セーラーを殺し、逃げた。彼は、ピン・カートンの探偵ら及び他の法執行者らに、追跡されているにもかかわらず、モンタナに戻り、そこで彼は、幾年も前の兄弟ジョニー殺害の責任がある、牧場主、ジェームズ・ウィンターズを殺した。 パーカーとロングボーはそれからニューヨーク市に逃げ、1901年2月20日、ロングボーの女性友人、エセル、エッタ・プレイスと共に、彼らは、パーカーは、プレイスの巨行の兄弟ジェームズ・ライアンを装って、イギリス帰船ハーミニアスに乗って、アルゼンチン、ブエノス・アイレスに向けて出発した。そこで彼は、アンデス近くの、アルゼンチン中央西部のチュブ・シュチョリラ近くの、リオブランコの東岸に、 彼らが買った1万5千エーカーの牧場の4室の丸太小屋にロングボー及びプレースと共に落ち着いた。1905年2月14日、二人の英語を話す山賊たちが、それはパーカーとロングボーであったかもしれないが、マゼラン海峡近く、チョリラの南方700マイル、リオがジェゴスのタラパカアルゼンチン銀行を襲った。少なくとも、 今日の10万アメリカドル相当を持って逃げ、二人組はパタゴニアの荒涼としたステップを横切って期待姿を消した。5月1日、警察が彼らに追いつきかけているので三人組はチョリラの農場を売った。ピンカートン探偵者は少し前に彼らの居所を知っていたが、浮きのために割り当てられた探偵、フランク・ディメイオはそこに行き、逮捕することができなかった。知事、 フリオレサナはその時逮捕状を出していたが、それが執行される前に、パーカーと親しく、エッタプレイスに惚れていた、ウェールズ系アルゼンチン人保安官、エドワード・ハンフリーズが彼らに内包した。3人組は、北のサンカルラスでバリローチェに逃げ、そこで彼らは、キセンコンドルに乗り、ナウェル・アピコを渡った。しかしながら年末までに、彼らはアルゼンチンに戻っていた。 12月19日、パーカー、ロングボー、プレース及び不明の男性は、ブエノスアイレスの西方400マイルのビーダメルセデスの国立銀行の強盗に参加し、12000万ペソを奪った。武装した法執行者らに追跡されて、彼らはパンパとアンデスを横切り、チリに無事、帰着した。1906年6月30日、エッタプレースは、 逃亡生活は、もうたくさんだと考え、ロングボーに護衛されて、サンフランシスコに帰った。パーカーは、中央ボリビアのアンデスのサンタベラクルス地域のコンコルディアスズ鉱山で、ジェームズ、サンティアゴ・マックスウェルという別名で仕事を得て、そこで彼は帰ってきた、ロングボーと一緒になった。皮肉にも、彼らの主たる仕事には、会社の総賃金を護衛することも含まれていた。 それでも、やはり立派な牧場主として落ち着きたくて、パーカーは1907年後半、ボリビア西部のサバンナの辺境都市サンタクルスに、ロングボーと共に旅行した。パーカーの死亡に関する諸事実は、はっきりとは知られていない。1908年11月3日、ボリビア南部のサンビンチェンテの近くで、アラマヨ・フランク ICIA 銀行さんの休止が、 会社の賃金総額1万5千ボリビアペソ相当を老婆で運搬中にパーカーとロングボーであると信じられると面をつけたアメリカ人二人の山賊に襲われ強盗された。山賊たちはそれからサンビンチェンテという小さい最高潮に進み、そこでボニファシオカサソラという地元の鉱山労働者が所有する小さな下宿屋に下宿した。 左横腹に帯びていたその最高会社のロゴから、アラモヨ鉱山からのものと確認し得る。彼らが所有していたロバの他に、外国人の下宿人二人をも、傘空が疑うようになった時、傘空は家を出て、近くの電信リに通知し、電信リは近くに駐屯する、小さなボリビア陸軍機兵部隊に通報したが、それは、アバロア連隊であった。部隊は、ジャスタ・コンチャ隊員が率いる、 兵三人を三貧ン手ンに急破し、そこで彼らは地元当局に通報した。11月6日、晩、下宿屋は兵三人、警察署長、地元市長とその職員の幾人か取り巻かれたが、彼らは荒模よ強盗を拘束する意図であった。兵三人が家屋に近づいた時、山賊たちが射撃を始め、兵のうち一人を殺し、もう一人を負傷させた。 それから拳銃での打ち合いが続いた。午前2時頃、発砲の休止中に警官隊と兵たちは、家屋の中から一人の男性が悲鳴を上げるのを聞いた。間もなく、一発の銃声が家屋の中から聞こえ、その後悲鳴が止んだ。複数分の後、もう一発の銃声が聞こえた。地元の人々が場所の周囲を包囲していたため膠着状態が、翌朝まで続いたが、その時、 彼らは中に入ると、両腕、両足に多数の重傷を負った、遺体2体を見つけた。男らのうち1人は全額に重傷があったし、残り1人は米紙に弾痕があった。地元警察報告の推理によれば、遺体の位置から判断して、1人の山賊が一時的な共犯者を安楽死させるために撃って、致命傷を負わせ、その直後、最後の弾丸で自殺した。 スピサ警察による、この後続く捜査において、山賊たちは、荒模様総鎮銀豪太を働いた男たちであると、身元が特定されたが、しかし、ボリビア当局は彼らの本当の名前を知らなかったし、彼らの身元を明確に特定することはできなかった。これらの遺体は、小さなサンビンチェンテの共同墓地に埋葬され、そこでは彼らは、グスタフジマーという、 ドイツ人鉱山労働者の近くに埋葬された。彼らの印が付けられていない墓を見つけようという試みがなされてきたが、特に1991年のアメリカの法医学人類学者クライドスノーによる試みがなされて、パーカーとロングボウの生存する親戚と合致する DNA を持つ遺物は発見されなかった。この不確定性が一人、または両者が生き延び、結局、 合衆国に帰ったという主張につながる。しかしながら、パーカーの姉妹ルーラ・パーカー・ベテンソンによるような、彼は合衆国に生還し、無名のまま暮らしたという主張があった。ベテンソンはその、ブッチ・キャシリー、マイ・ブラザーで、1908年のずっと後に、彼に会ったパーカーと親しい人々の例をいくつか引用しているし、彼女は、1925年の、ブッチ、兄弟マーク、 トーマキシよびルーラの詳しい即興の家庭再結成を物語る。1974年または1975年、コラムニストであるレッド・フェンウィックはザ・デンバー・ポストで当時ポストの記者であった著者アイ・バン・ゴールドマンに自分はパーカーの下界と知り合いであると語った。フェンウィックは彼女は絶対に信頼できる人物であると言った。彼女が ペンウィックに語ったところによれば、彼がボリビアで殺された後、幾年もの間彼女はパーカーを治療し続けた。ロングボーもまた合衆国に帰り、1936年に死亡したという不確かな状況証拠がある。ジョン・マクフィーは、そのアンドゥズ・オブ・ザ・フォーマー・ワールドで、1930年代に家庭医、フランシス・スミス医学博士によって、デイビッド・ラブに、 ラブが医学生であった時に語られた物語を繰り返す。スミスが述べたところによれば、彼はパーカーに会ったばかりだし、パーカーはスミスに自分の顔はパリの外界によって変えられたと語ったし、彼はスミスに治療された玉傷を示したが、スミスはそれは以前パーカーに施したものとわかった。1 9六0年、アンバセットの姉妹であるジョシー・バセットはインタビューで、パーカーは 南アメリカから帰ってきた後1920年代に彼女の元を訪れ、また、ブッチは15年ほど前にネバダ州ジョニーで死んだと主張した。パーカーの郷里ユタ州、サークルビルの地元の人々の別のインタビューでは、パーカーは死ぬまでネバダ州で働いたという主張が見つかる。アメリカ西部史家、チャールズ・ケリーは1938年の著書、イズ・ブッチ・キャシュリー・デッドの章。 アウトロートレイルをもしパーカーがこれらの噂の主張するようにまだ生きているならば彼が1938年7月28日に死亡した父マキシミリアン・パーカーの元を訪れるためにユタ州サークルビルに帰っていないことは極めて奇妙に思われると述べて締めくくった。ケリーはパーカーの父をインタビューしたと考えられているがそういうインタビューの基地の筆記記録はない。 ワシントン州スポケーンにあるフリーメイソンのロッチはブッチキャシディの小屋であると主張される。彼は支部に加入し死ぬまで活動したと主張される。彼はフィリップス製造会社を所有し経営した。彼は機械労働の訓練を全くされたことがなかったから歴史家同士の会話でこの話は議論されている。さらにまたこの主張は 支部は記録類が失われたことを示したので、裏付けをすることはできない。しかしながら、この話は、彼が、ウィリアム・フィリップスであると主張する彼の姉妹によって、使用された。ケリーが、サンビン・チェンテ事件の後、パーカーとロング・ボートの両者からの文通はやんだと言った。一方で、1930年や1937年、1938年付の、文通は、公表され、 パーカーによって書かれたと言われている。ウィリアム・ティフィリップスは、子供時代以来、ブッチキャシディを知っていると主張した。ありがとうございます。